今長井画廊の方で YouTube をやられてますよね、はいはい、で3年前くらいからも始められてるそうですね、はい、もう YouTube で3年前って言ってもだいぶ早いと思うんですけども、うん、そうですか。で僕今、番組を拝見していてすごい面白かったのが、うん、ラファエロの話 で、うん、で美術史をやると必ずラファエロが、その後400年間お手本になりますっていうふうに書いてあるんですけども、うん、なぜラファエロだったんだろうってずっと不思議で、うんうん、ラファエロじゃなくても他にもたくさん画家がいるわけだし、うん、そういう意味ではその当時の、まあ、ダ・ヴィンチであっても良さそうなものなのになぜかラファエロだけ、うん、リファレンスというか参照されて続けるっていうのは、それがねあの番組でようやく腑に落ちたという。そうですか。版画だったっていうことだったんですね。そうですね。まあ実はですね前にある本を出したんですけれども、知識ゼロからの名画にもやはり画商目線の流通から見たね名画っていう切り口をちょっと考えたいなと思って、それで改めて、やっぱその社会経済学的なね。視点で名画をもう一回取り上げようということでですね、出した本があって、まあ、ですからそれをもとにこの講座オンライン講座でもね話をしてるんですが、でそれで今お話があったようにラファエロですよね。でなぜいわばそのアカデミズム、ね、の頂点というかラファエロ以降の大きな流れが、まあ、できたと。でただラファエロと同時代、まあ、ラファエロの先輩で、ね、レオナルド・ダ・ヴィンチがいるわけですし、また、その後ティツィアーノとかですね、まあ、ルネサンスに、まあ、巨匠はキラボシのごとくいるわけで、その中でなぜラファエロかって話なんですよね。でもちろんラファエロ自身も素晴らしい作品、その後の、絵のお手本となるようなものも書かれているわけなんですけれども、それ以上にその大きな理由がですね、この流通ということを考えたときに版画をやっていたっていうことなんですね。で、ラファエロが、まあ、下絵を描いて、それを、まあ、版画家の、ライモンディっていう方がですね、版画にして、まあ、それを普及すると。で、実は、レオナルド・ダ・ヴィンチなど、そういう版画っていう発想は全くないです。で、他に方でもね、そういった発想を持ってる方、実はあまりいないんですね。ですから、ラファエロはある意味で、まあ、今の、その資本主義社会における流通ということを最も早く理解をして、そういった絵に取り組んだ人なんですね。でその版画があることでですね、まあ、今でこそいろんな情報がねもう一瞬のうちにインターネット等で分かるんですけれども、当時ですから何百年前ですから、どういうことでその絵の手本を学ぶのか、どういうことでラファエロを知るのか、ダ・ヴィンチを知るのかといってもですね、例えばラファエロの原画油絵あるいはダ・ヴィンチの作品はですね、その教会とかね、そこに行かないと見ることができないし、そういったものが、今のようにすぐ流通情報が流通するって時代じゃないですか。そういうことを考えた時にこの版画がですねあったことで、実はヨーロッパ各地にラファエロの版画が、まあ、流通したんですね。それがいろんな画家のですね、お手本に実はなってるっていうのをいろいろな文献で当たっていくうちに私は気がついて、あまり美術史でラファエロは必ず紹介されますけれども、その流通から見たラファエロのあり方ってあんまりね、実は紹介されてることがないと思います。そういう意味では私なりの視点としてね、ラファエロがその版画をやっていたことで、多くのその後の画家たちが一つのお手本としてね、それを勉強の材料にしていたんだなっていうのが実はいくつか出てきたんですね。その一つ の例として、19世紀の、ね、マネという画家、まあ、印象派に先駆けた方ですけれども、創造の昼食というね、ま、マネの代表作があるんですけど、あれのですね、スタイルの原型がラファエロが描いたパリスの審判です。そのラファエロのパリスの審判をもとに、ライモンディが、版画にしたものを元にしてるっていうのがですね、ちょっとあるところから出てきて、でそこで実はつながったんですね。でマネはだからその版画で勉強したわけですね。でそういうものが今でもというかそれ以降ですね、いろんなところで、まあ、伝わると、ですからこの版画の効果っていうのも今でもそうなんですけど、名画の普及ということでいうとですね、非常にこれ大きな材料になったなっていうのを改めて
このラファエロ、アカデミズムのね、本当に中心人物ですから、それがダ・ヴィンチではなく、なぜラファエロかっていう一つの証になってるんですよね。版画というものが、うん、こう流通させる上において非常に重要な役割を持ってたっていうですね。結構優秀な人はですね、まあ、イタリアツアーとかイタリアに学びに行く人はいるんです。ですからそこでラファエロとかダ・ヴィンチを見る機会はあるんですけれども、だから今おっしゃったように誰でも行けるわけではないので、あとですね、まあ、版画の普及が大きいんですが、じゃあ なぜダ・ヴィンチではなくてラファエロかっていうことでいくと、ダ・ヴィンチはもちろん版画やってないです。と同時にダ・ヴィンチの絵はね、厳しすぎておそらく誰も真似できなかったっていうこともあるのかなとも思ったりもしてるんですね。まあ、いろんな要素があると思うんですけど、まあ、いくつかの要素の中で、今のお話のような版画の効果というか流通によるその後の流れというのが、ね、非常に大きな要素になったなと改めて思いますよね。その話を聞いて、うん、それで最初に思い出したのがですね、うん、その写真における流通もですね、今まで写真というのは複製可能であるがゆえに価値が低いとされていたんですけども、うん、これが逆転してその同時期に同じものが存在する面白さっていうものを、うん、いわゆるドイツのグルスキーとかトーマス・ルフがこう見せてしまったと。美術館に存在するものが自分の手元にもあるっていうことで、うん、グルスキーとかトーマス・ルフっていう価値がどんどん上がってくるっていうことが起きたんですね。なんかそれとすごいなんか似ているし、うん、まあ、現在だったらその、まあ、インターネット上でたくさん紹介されることによって、いろんな人がねそれを見ることで影響されるってことも起きてますよね、うん、それがだから当時は版画だったんだっていう、うん、ですね。ですからそれがまあずっとありますし、それこそ19世紀20世紀 の代表的な画家もですね、例えばピカソにしてもね、シャガールにしても、そういうことを彼らもまさに今現代ですから知ってるわけですよね。ですから相当な数の版画も作ってます。でそれによってやっぱり今でもそのピカソファン、シャガールファンが多いっていうのはですね、やっぱ版画の普及によって知られると。もちろん一点一点の内容のね素晴らしさはもちろんそれ当然なんですけれども、それ以上の普及を考えた時に版画の意味の大きさっていうのを改めて感じてますよね。まあ、今の話の写真ともつながりますよね。このね、写真っていう話のつながりなんですけども、今回展示されている、高木浩二さんの絵画なんですよね、うん、はい、多分この YouTube 上でこれを見られた方は写真だと思う方もいらっしゃるかもしれないですね、これは、うん、そうですね。今ねこれ背景にあるのが高木浩二さんの油絵なんですけれども、高木浩二さんは今ドイツ在住なんですね。で、まあ、東京芸大を、まあ、実は首席で卒業されて三十数年間ずっとドイツのジュステルドルフ郊外 のメーヘングランドバッハっていうところにもお住まいで絵をずっと描かれてるんですが、ジュステルドルフのアカデミーで学ばれてますので、拝見した時に全く知らなかったんですけれども、いや素晴らしい描写の人がいるなと。でもちろん それ以外もですね、実は優秀な今日本でも写実系でね活躍している人気作家も随分その佐藤教室から輩出している方も随分多いんですが、その中でもね高木さんの絵がですねちょっと別格というかね、これちょっと別次元のこの描写だなっていう印象を持って、ほとんど実は日本で発表してなかったので日本で知られてなかったんですけれども、だからご本人を、ね、尋ねると、いや もちろん今までは縁がなかったんですけれど、まあ、日本でそういう機会があれば、ね、日本で発表していきたいということがあって、それでまあうちで展覧会をやったんです。ですから本当にその時も多くの美術ファンがみんなびっくりして、いやこういう日本人の画家がいたんだっていうことで、まあ、ほとんど売れたんですけれども、でその後池田20世紀美術館で展覧会をやり、で多分、2021年もですね、ちょっと長いがあるとまた秋に新作展をやる予定なんですが、これを見るとゲルハルト・リヒターの写真、はい、写真じゃないですね、絵画を思い出しますね。はい、実はですね、で高木さんとも、まあ、折々に今話す機会があって、その写真だ、多くの人がね写真見たいって話が出るんですけれど、もちろん写真みたいな絵ではあるんですが、高木さん自身がかなり写真に対してですね思いがあって、写真からかなり学んでいるようです。
あの池田二十世紀美術館で大きなあの伊豆の伊東にある大きな美術館なんですけれども、まあ、そこであの個展をした時に実は高木さんと私があの対談をしました。そこであの高木さんの方からねその自分の、影響を受けた人ということでですねあの何人かの写真家の名前が出たんですね。でその一人がですねそれこそあの第一次世界大戦の頃 の, あのアウグスト・ザンダーという写真家ですね。であのノイエ・ザ・ハリカイトあのドイツ語で新植物主義っていうんですけれどもちょうどあの第一次世界大戦が、終わって、まあ、ドイツはね敗戦国ですからかなり厳しい社会状況になるわけですね。そういう中で生活をする人々がいると。で高木さんがザンダーから大変影響を受けたと。でそれ以降ザンダーの流れの、ベッヒャ夫妻とかねで今の現代 の, そのトーマス・ルフとかです実は名前が出てきてで実際にその高木さんが学んだあのデュッセルドルフのアカデミーでねあのデュッセル・ベッヒャ夫妻が、ね、何か教訓を取られてたって話もありますしで実はですこれがあのこの池田二十世紀美術館の時 の, あのカタログなんですけれどもここに書かれているこれ実は鉛筆画で描かれたこれ270センチのですね、まあ、巨大なあの肖像画シリーズなんです。これ実はこのデュッセルドルフアカデミーのですね指導されている先生方で例えばこれペンクっていう方ですねとかですね、まあ、ペンクはあの奈良義朝さんもやっぱりデュッセルドルフで高木さんと学ばれていてあの奈良さんの師匠先生なんですけれどこれゲルハルト・リヒターの実は油絵のこれ肖像画も描いてるんですよ。でこれ勝手に何かの写真から撮ってるわけではなくてそれぞれもちろん了解を取ってね書いてるわけなんですがこれだけのそうそうたる人たちが肖像画を描かせるっていうことはですね高木さんが、まあ、認められてるっていう証一つの証でもあるんですね。でこのポートレートなんかも素晴らしいこれポートレートだと思います。今リヒターはねもう今現代アートでは最も高い画家の一人でね、まあ、代表が高い方なんですけれどでリヒターといえばあのフォトリアリズムですよね。でやっぱりそういうデュッセルドルフという環境の中でそういうフォトリアリズムあるいは写真と の, あの関連性とかねそういうものとかなり本高木さんの中では意識しているところがあってで実際にこういうあの絵を描かれる時もね、まあ、モデルさんモデルというか、まあ、実際のモデル専門の人ではなくて実際 の, あの女性あるいは人物を描くんですけど。でまあ、何枚も写真を撮って、まあ、コミュニケーションを図る中で写真を撮ってそれをもとにまあ絵にするわけなんですがある意味であの写真以上、まあ、写真と絵画の比較っていろいろな見方があると思うんですけれども写真では表現できない部分あのこれよく見ると近くで見るとですね非常にその荒いというかねなんか漠然としてるんでそれが離れてみるとフォーカスがきっちり合ってるなとこの辺の捉え方がねその写真の一つの描写写真とをうまく絵画に生かす描写にもつながっているのかなと思うんですけれども今日本でもいわばその写実絵画が結構流行ってます。よくその、ね、あのそっくりに描く写実絵画を見て多くの人が写真みたいっていう言い方をするんですけれども高木さんはですねあの今流行している写実絵画とは全く実は私は分けて見ていて今の写実流行の写実絵画はですね全部きっちり描くんですね。ですからあの背景が非常になんか重く感じてそこに空気感をあまり感じない場合が多いんですけれど僕はこれを見るとボケの表現、うん、写実の場合はボケっていう表現は多分ないと思うんですけども、うん、そうなんですよ、うんうん、これはあのボケの表現そしてもう一つが、うん、そのハイライトとシャドウのコントラストの比が高いんで、はい、で普通人間が見るとこのこういう風なシャドウの見え方はしないはずなんですね。うん、ですからやっぱり写真を元にしてベースにするっていうリヒターの手法というか、それを踏襲してるんだろうなっていう気はしますね。そうですか。あのこれを見るとですね、写真と絵画のその境目の問題をよく考えるんですね。写真そっくりに描いた絵画は写真なんだろうか。写真というものがこの人と、実物とその写真を結びつける、うん、ある意味記号的な役割があるとすると、そうですね。はい。この絵画っ
で絵画になるとそういうものが落ちてくるもんですけども、うん、不思議とそれがものすごいリアリティとして伝わってくる不思議さがありますよね、うんうん、だからそうなんですよ、例えば日本でもねこういう人物描く、まあ、設置写実絵画の人いるんですけれど、まあ、モデルを対峙して、まあ、最初はまあデッサンとかねから入ると、でデッサンから入って、まあ、そこに、まあ、それをもとにまた油絵にするときにですね、だんだん絵が重くなってくるんですよ。私よく言うんですけど、最初のデッサンが一番いいなと思うことが結構あって、そこにやっぱりそのみずみずしさっていうかね、その時の印象がそのまま描ける、それがなんか油絵に展開することでだんだんそれが鮮度が落ちていくみたいなところがあるんですけど、それはこの写真という技法を生かすことで、その時の鮮度もその写真に残されているので、それをそのまま絵にすることができるんじゃないかなと。だから結構ね、その写真を生かすっていうと、今結構海外の世界でもそれをマイナスに言う人が結構多いんですね。ただ実際にそれをやってる人たちの絵を見ると、だんだん今言ったようにですね、最初のデッサンは良くてもだんだんそれがみずみずしさがなくなっていくなっていう感じがしているので、むしろこう写真をその鮮度を生かすという意味でいけば、写真をうまく生かす絵画に私は魅力を感じるなっていうのは、このサイズでやっぱり写真の表現ってできないんですね、やっぱり。サイズ的な問題でいうと、この大きさでこのいわゆる鮮度を保つっていうことは非常に難しいんですけども、それをみずみずしく伝えるっていう点でいうと、なんか写真とその絵のこのそこのね、境界線みたいなのすごい感じです。これはまさにこの絵画でしかできない、はい、絵画でしかできないとか高木さんにしかできないというところですよね。今高木さんのそのデッサンを展示してるんですけど、これは植物を描いてるデッサンで、点描で描いてるんですね。で実はこの油絵もですね、全て基本的にはその点描をベースにハッチングなどの技法を使いながらですね、絵を描いてるんですけれど、実はこういう植物を点描で描く、対象を点描で描いていくということはですね、これはある意味でダヴィンチなんですよね。レオナルド・ダヴィンチは自然界に輪郭線はないっていう発見をして、でまさにどうしてもね、絵を描く場合には輪郭線とか線から形を取るっていうことで描く場合が多いんですけれども、考えてみたらそこから立ち上がってくるものですからね、まあ、人間もそうですし植物でも、死んだ場所とかあるものですね。ですからそれを点描で描くっていうのは、ある意味でその自然界の本来のあり方をそこから立ち上げていくということが、まあ、絵の中で表現されているということですので、まあ、ダヴィンチがそういう発見をしていますし、ある意味で高木さんの絵はですね、そういう本能的に、描いているなと。これを見せていただくと、僕らは銀塩写真、銀を使った写真をやってますので、銀の粒なんですね。銀の粒を集めて形を作っているっていうものなので、その点描画っていうものと非常に近しいところがある。そうなんですか。モノクローム、フィルムでモノクロームをやってる人だったら、この点描の面白さはすごいよくわかると思います。じゃあ写真とも本当に親和性があるんですね。ものすごい親和性を感じます。そうですか。いや今日はね、この高木さんのやつをこうクリスマス、特集で、ね、これはいつまでやってらっしゃるんですか。いやもうクリスマスだけです。あ、そうなんですか。じゃあ残念ながら来年は見れないんですね、これ。いや見られますよ。見られるというか、はい、折々に常設でね、まあ、これ高木さん自身は今ドイツなんですけど、まあ、これずっとうちにもありますし、でまた9月に新作展をやるんですけどね、その時多分高木さんも日本に来られると思いますので、はい、じゃあ9月の新作展もすごい楽しみにしてます。楽しみですね。どうも今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。